はい、こんにちは、おじしんしです。ゴリラです。機械です。今回は前日実装された、チキミトルについてです。HP50% 以下で進化を発揮するとのうたい文句で、チキミトル、とりあえずレベルマックスにしてみたから見ていってください。え、それだけ？一応レベル45と50の違いを動画に撮ったから見てってよ。はい、それじゃあ。まず最初にチキミトルをサクッと作っていきますよ。とその前にチキミトルのスキルの説明と、ちょっと消えます。魔王チキミトル、スキル暗黒の予兆、自身の HP が一定以下だと最下の日食に変化、暗闇の星、自身の HP が 50% 以下の時、次の効果を発揮する、呪殺属性で与えるダメージが 30% 増加し、物理回避率が 25% 増加する。50% 以下じゃないとダメなんですか。暗黒の予兆、このスキルは自身の HP が 50% 以下の間は最下の日食に変化する。暗黒の予兆、敵全体を基礎確率 50% で魔風状態にした後、連動効果が発動、自身に現在の HP の 51% の割合ダメージを与える。ダメージ増減効果やステータス強化弱体化などの影響を受けない。自分で自分を殴るってこと？何それ怖い。最下の日食、敵全体に貫通を得た呪殺属性の魔法型ダメージを威力100で与える。このスキルで敵を死亡させた場合、その敵は復活ができなくなる。すっごい尖ったスキルを持ってるな。これどの場面で使うのかわかんないんだけど、この後実装される悪魔とセットで効果アップを狙ってるんじゃないんですかね。ヘルゴンパーチーみたいな。確かにそれはありえるな。机上の空論はここまでにして、早速作ります。素材悪魔はランダ、ケツアルカトル、ユルング、比較的簡単に作れるな。素体の覚醒スキルは3段のジンマか。あまり魅力的じゃないけどしゃあないか。贅沢は言ってられないからな。そうですよ、実装された悪魔がすぐ作れるだけラッキーですよ。はい、つくよみの体とヘカトンケイルの手が混ざった悪魔チキミトルができたので、早速レベルを上げてきます。レベル45にしてきました。魔法攻撃力は1360、パネルは開放0、楽印は迅速と魔法。この状態でレベリングクエストに行ってどれくらいダメージが与えられるのか見てみましょう。本当に自分を殴りやがった。一応ぬえだけ魔風にしたけど、もしかして異常的中率も上げないといけないとか。結構難易度高くないか。早速最下の日食打ってきます。弱いな。魔法威力100とかだったから仕方ない。ラクンダかかってこれはきついっす。デバフありであの威力か。プレイ中にスキル確認してしまうくらいの衝撃だったよね。じっくり説明読んでてくさ。求められる楽園難易度がヤバそう。気を取り直して次のターンでデバフなしの威力を見てみます。弱点をついて724、これで敵倒せるのか。もしも敵を倒すことができれば、サマリカームなどで復活させることができないのはすごいメリットではあります。ちょっとレベルマックスにしてきました。魔法攻撃力は1541。そこそこだな。そこそこですね。それじゃあレベリングクエストという名の実験場へ行ってきます。レベルマックスにしたのに誰も魔風にならない。悲しい。575と894、きついな。きつい。最下の日食のスキルレベルをマックスにし、貫突にしてやっとなんとか出そう。通常運用は難しいかな。上手に使っている人はどういう風に使ってるんだろ。
回避モリモリモリクソンにして、暗黒の予兆で 100% 相手を魔風にして、通常攻撃を避けまくってとどめを刺すって感じなのかな？無理ゲーじゃん。しかも先行パーティーじゃないと意味ないし。これから改変の余地ありだな。はい。ってことで、チキミトルレベルマックスにしてみました。ですが運用方法が今のところわかりません。てか求められるものがシビアすぎて、ヌルゲー紳士には無理ぽ。楽園掘りに行きますか。星5の楽園ミスって全部売っちゃいましたからね。あれは今でも後悔してる。この動画が気に入った方は、チャンネル登録とツイッターフォローよろしくです。ツイッターアカウントは下の概要欄に貼っております。次回もよろしく哀愁。今後ともよろしく。